こんにちはここからは石谷プラスをお送りします三角山放送局の SDGs 推進番組地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月第3週と第4週に放送していますキャスターは石谷製菓社長室広報 CSR 推進チーム、えー、亀村武美ですどうぞよろしくお願いします 石屋プラスでは多様な活動を展開している企業や地域団体の方々をお招きしてお話を伺っていきます SDGs の視点や地域社会の課題環境への取り組みなどを語り合いながら持続可能な北海道地域社会について考えていきますのでどうぞ最後までお付き合いくださいはいで今日ですね、あのー、9月の放送で 北海道生涯学習推進センター、あの長岡さん来ていただいたと思います、ね。で、その中でですね。あの、過去たむさんという npo 認定 npo 法人のお話が出てたと思うんですが、今日はですね。あのそこの理事長え勤、ー、めていただいている、えー、高橋雄三さんに、えー、来ていただきました。高かさん今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あの改めてですね。 えー、ご紹介すると認,認定 NPO 法人カコタム、はいえー、理事長でいらっしゃいますね。す今日はよろししくお願いします、はい、であの早速なんですがまずあのカコタムさんっていうのはどういう活動をされている NPO なのかっていうのを改めて教えていただけないでしょうか。カコタムはあの学びの機械格差問題を解決するということを目的に、うん、あの活動している団体でして。うん あの主に子どもたちの学習支援と居場所づくりを行ってますおお、どのぐらいの拠点で実施されてるんですかそうですね、一、はい、つ行っているのが、はい、あの主にひとり親家庭や生活保護世帯の子どもたちを対象にした学習支援というのを行っていまして、うんうん、そちらは今、10箇所で行っています。ええ、あ10箇所もあるんですねはいへー 過去タムさんってちょっと変わった名前なんですけどなんか名前の由来とかってあるんですか、はい、そうですね<ー>自分で考えて行動することを楽しむということを大事にしていまして、ええええ、それであの考えるのかと 行動するのことを楽しむのたと目を合わせてカくたむとうう名前つけた、えー。いいですね。なんか覚えやすいというか、か <laughs> 親しみやすいというのか。なんかこうビジョンとか、はい、そういったこう活動のあのなんか方針みたいなのってあるんですか。はい。はい、そうですね。あの私たちがこうビジョンとして掲げているのは、うん、こうすべての子どもたちが学びの機会に出会えるということと。うんうん またそこからこう自分なりたい姿自己実現に向けて、えーはい、挑戦できるそういったこう社会を目指して活動しています。あ、なるほど。あのなんていうか環境に左右されないあたら楽しい学び場をすべ、えー、ての子ども若者へとかっていはい。えー、そちらのミッションに。はい。あってます。こちらミッションなんですか。はなるほどなるほど。ほどはい。いやいいですね。なんかあのー、ねこの間長岡さんの話でも、はい、やっぱり障害学習っていうのがね。 あの非常に大事だっていうようなお話もされていて、はい、まあそれを実際にこう実践されている<ー>、うん、高橋さんの話というのはちょっと今日は楽しみです。ところで高橋さんが角田も設立されるまでってうあのどういったことをされていたんですか、はい、そうですねあの今こう教育とか福祉とか、うん、そういった分野で活動してるんですけども。はい あのまあ、それまではですね全く関係ないことをしていまして、はい、あの大学ではあの理工学部の電気電子工学科というところで、はい、あの磁石の研究をしていまして、えー、理系ですかあそうです <laughs> <laughs> でその後あの大学院では、はい、あの経済学研究科会計情報専攻というところであの会計の勉強をしまして<ー>でその,あの 2>, <ー>2年生の時ですね、はい、に あの、初めて家庭教師のアルバイトをしまして、そのアルバイトがきっかけで。はい、あの活動することに、はいえー、なったかなと思いますねあ。そうなんですね。なんかこう。思い出のエピソードみたいな、なんかきっかけとかってあったんですか、はい。そうですね。あの、初めて担当した子がですね。はい、あの、中学生の。 女の子だったんですけどもその子は別に今関わっているような経済的に苦しいとか家庭環境が少し落ち着かないとかそういったことはなかったんですけどもでも友達との関係で悩んでたりとかあと部活の先輩との関わりで悩んでることがありまして友達との関係なので友達には話せないですしまた親御さんも上司が共働きでほとんど家にいないという状況だったので誰にも話せないでいると。 いうのを自分に話しててくれてでそういうこう2人の親がいる家庭で話せないでいるのであれば、はいうん、あのと人親家庭であったりとか、うん、あとこう児童養護施設で暮らす子どもたちっていうのは、うん、それ以上にこう話せないでいるのかなと思いまして、うん、それであの一般企業に入社するのと同時に、うん、あの児童養護施設の子供たちと学習を通してかかるボランティアを始めたというのが、うん、あの最初ですね。えー すすごいですねに。もう社会人1年目から二足のわらじを履いて生 <laughs>、ね、活をされていたんかある記事によるとねその女の子が、ねはいあの「もう来ないんでしょ」なんて言われちゃったけど、はい、いろいろこう、ね、接する中で「はい、バイバイ」とかって言ってくれて。はい なんかいろんなこう信頼関係を築いていったとかっていうエピソードをちょっと記事で拝見したりとかですねなんか優しさがにじみ出てるというのがですね <laughs> <laughs> そういうことが、あのーね、あの高橋さんのなんかバックグラウンドにあるのかなって<ー> <laughs> 感じました、えー。まあそういう家庭教師の経験で佳子たまさんが、えー、設立されたっていうことなんですがまあ 経緯とか、まあ、どのぐらい,い、いつできたかっていうのをちょっと教えていただきたいんですが、はい、そうですね、はい、2011年の大体6月ぐらいから、最初一人で活動していまして、はい、その10か月後ぐらいですね、任意団体のカコタムというのを立ち上げたのが最初ですね、それが2012年の1月頃ですね。<ー>で、そこからこう団体として、はい、あのスタートしまして。うん やはりあの最初あのこう、児童福祉とか、うん、あの教育とか、はい、そういった人とのつながりっていうのは一切なかったので、あ<ー>まあしばらく一人でやっていて、はいええで、そこから少しずつこうあの人が増えていって、最初の頃は大体20人ぐらいですね、うん、メンバーが、えーまあ、最終的に集まったという感じですね、ええ、なるほど、今はどのぐらいの規模になっているんですか、ね、今は大体210名前後ですね。はいええ、もちろん10倍に そうですね。大きくされてるて。はい、はい。あの大学院卒業されてから、2011年頃から準備を始めて、はい、まあ社会人をしながら、ええー、1年目からでそういうもう非常にこう若い頃からですね、そういったことをあの志して実際にこう活動されているっていうのが、はい、あのなんか若い世代にも刺激になりますよね。ああ、そうですね。えー、そうはい、なると嬉しいですね。はい。はい なるほどであのー、じゃあちょっとあの角田持ってどういうことをやってんのかなーっていうのもちょっと教えていただきたいんですが、はい、あのー、学習支援システムとかっていうのがあるんですかそうですあのーはい、今三つの環境づくりっていうのを行っていまして、はい、あのー 一つは学習に取り組める環境づくりというもので、うん、主にあののの学習のサポートををすするといいうのを行っていまその一つには、はい、あの児童養護施設とか、うん、母子生活支援施設といったこう児童福祉施設に訪問して行う学習支援を行ったりとかあとあの一時保護所ですね一時保護所にいる子どもたちへの学習支援、うん、あのポルっていう名前がついてるんですけどもうそういったことを行ったりとかしています。 でまた2つ目にこう視野が広がる環境づくりっていうのも行っていまして、うん、そちらはあの子供たちから何がやりたいとか、はい、何が興味があるとか、うん、そういった声に基づいて、うん、こういろんな学びの機会をつないでいくというのを行っています<ー>例えばあの将来こういったこう職業に就きたいとい子がいたので、はいうん、あのその子と一緒にその職業についている方にお話を聞きに行くとか。えー あとは子どもたちから何がやりたいという声があればそれを一緒に国現化していくというのを行ったりしています、うん、あそういうこともやってるんです、ねはい、ではあの子どもたちが持っているこう仕事のイメージっていうのが、はい、すごく限定的で限られたものになっているのであ<ー>よりあの具体的に、うん、そして広くこうイメージを持つことができるようにそういったた話を聞きに行ったりしてますね視野を広げるってすごい大事ですよね、視野を広げるとか、視座を高く持つとか。はい ね、あのこれはもうなんてうのか全世代に言えることなのかもしれないですけど,す、ね、どあのさっき11拠点っておっしゃってたんですがあの拠点はあのどこにどういう施設が,拠点があるんですかそうですすかそうね、ん、今、札幌市内7か所ありまして、はい、例えばあのエルプラザっていう公共施設であったりとかあ,あ,、えー、あとは、えー、西区であれば琴に会館っていう場所を借りしたりとか。はい あとは麻布であったりとか、ええ、え月寒中央駅の方であったりとか、ええ、そういったところにありますね。あもう本当に北海道あ、北海道ですね札幌全域に広く11拠点もお持ちになってるっていうことなんですね。あ、ね、あの札幌以外ににはどうういったとと、と…ころにそうですね。あのはい、江別市 苫小牧市、はい、あと東京都の渋谷区にあります。はい、あ東京にもあるんですか?はい。それはもう全国区なってきてるんですね。<laughs> えー、なるほどで。あの、利用料金とか、なんかそういったお問い合わせとかっていうのは、どうなってるんですか、ね?。そうですね。はい、あの、と、そちらに関しては、うん、あの、年間六千円っていう形で、えー、あの、いただいていまして。はい あの拠点によっては無料のところもあるんですけども、はい、基本的には一つの拠点に対して、はいえー、年間6000円をいただいています<ー>あと問い合わせとかはですね、はい、あの団体のホームページがありますので、はい、そちらから一度あのフォームに入力していただいて、はい、でそちらでやり取りさせていただくというふうになりますそうなんですねじゃあ参加されたい方はカコタンさんのホームページを てくださいいとうこでじゃあこれ YouTube でもですね動画流れてるんでなんかこの辺にしましょうかこの辺かこの辺かぜひホームページのアドレスか QR コードを載せておきたいなっていうふうに思いますはいでまああの拠点型学習支援のほかにも多様な子どもたちのつながる支援っていうのもやってるんですかそうですね先ほど話したその 視野が広がる環境づくりもその一つでして、うん、あとつながりができる環境づくりというのも行っていまして、うん、そちらはのその活動にゆる吉というのがありまして中高生が自由に勉強したりとか、はい、ゲームしたりとか自由に過ごせる空間を提供していますへえー、これどそれってど,どういう空間になってるんですかそうですね、はい、一軒家を活用しまして一、はい、階はあのゲームをしたりとかテレビを見たりとかあと楽器を弾 あてあと台所では子供たちとメンバーが一緒に何か作ったりとかお菓子作りしたりとかごパンを作ったりとかそんなこともできるんですかはいそりね楽しい空間ですよねそうですねここにはどういった施設支援というのがあるんですかねそうですねあとはですねあの子供やりたい形にするプロジェクト少しお話ししたんですけどもそちらが あの結構私たちとしては力を入れている部分になっていましてやはりあの普段こう日常生活を送る中で何々がやりたいとかそういった声を発することがなかなか難しい、うん、あの家庭環境にある子が多いので、うん、なので私たちのところで出てきた少しでもやりたいという声を一緒にこう形にするっていうのを行ってますね。えー、で今まででに行ったののはですね、はい、例えばあの ジェットストリームっていうボールペンがあるんですけどそちらのボールペンがなぜ書きやすいのか知りたいと <laughs> 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 多分そちらもジェットストリームそうすごい滑らかですよねそういったあのー ボールペンがなぜ書きやすいのかっていうのを、はい、あのメーカーさんにお聞きに, <laughs> 聞きに行ったりとか面白い、うん、あとはあの巨大折り図を折りたいという子がいたので、はい、人が乗れるぐらいの大きさの <laughs> 折り図を折ったりとかやっちゃう、はい、そんなことで。 ぐらいの企画を、はいはい、実施してきます,、ね、すごいこれは面白そうですね、はい、<laughs> なんかこれ大人になってもこれすごい面白い記憶として残るじゃないですか、ね、いやそうですね、えー、楽しいですね私たちも <laughs> そういう利用さってる子どもとか親御さんってどういう反応されてますそうですねやはりあの一回あの形になるとですねまた次何々がやりたいっていうのが出てきやすいんですよね<ー>そういったこうやりたいの連鎖が生まれてくるので、はい、だそこであの またや,やりたいこととを一緒に形に形すするとですね<ー>やっぱりこう少しずつその自分たちとの関わりの中にこう安心感というのがありまし出てきやすくなりまして<ー>こうなぜこうなるのかとかちょっとこう疑問を発するようになったりとかしてやはりそれはあの私たちが、うん あの話をじっくりと聞いたりとか、うん、やりたいことがあれば一緒に形にするっていう、うん、あの経験があったからこそ、うん、なそういったこう疑問も発しやすくなったのかなとは思ってますね。なるほどやっぱ探求心、ねはい、生まれて うん、なんか勉強すればするほどわかんないことって増えてきますもんね。いや、そうですね。はい。<laughs> いや、ありがとうございます。えっと、あということで、もう、あっという間に時間過ぎてしまいましたね。<laughs> はい。では、あのー、また詳しい話はですね、うんえー、次週お伺い、えー、したいと思いますので、来週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。ありがとうございました。あのー、今月の医者プラスは、認定 NPO 法人、カ、え、コ、ー、タム。 理事長高橋雄三さんにお話を伺いました、えー、次回の後半もさらに高橋さん、えー、来週もよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はいえー、なお石屋プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石屋製菓のウェブサイト三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます石屋製菓のウェブサイトの CSR の取り組みというページから入ってみてください石屋プラス来週もお楽しみに、えー、キャスターは 石橋製菓社長室広報 CSR 推進チームの、えー、亀村武美でした来週もよろしくお願いします <music>